グダグダ料理教室の第49弾、菜の花と鶏団子のスープということでですね、今、煮立てたスープにコンソメのスープをキューブを、煮溶かしたスープに塩と醤油で味付けをして、鶏団子を加えて火を通したところです。で、大体もう火が通って感じなので、最後ここに、菜の花を加えて仕上げていきたいと思います。 では菜の花は下茹でしてあります。加えて、よいしょ。それで、少し温度が下がってしまったので、一煮立ちすれば出来上がりです。もう菜の花は柔らかく下茹でしてありますので、さっと、もうちょっとかな、沸騰してくれば大丈夫です。で、ね、ここで菜の花を入れてから火を通しすぎてしまうと、菜の花は茶色っぽい、なんか残念な色に、深緑っぽい色になってしまうのでね、ここではあまり煮すぎないようにしましょう。はい、もうこれで、沸騰してきましたので、はい、火を止めて、見えるかな、見づらいかな、はい、これで、菜の花と鶏団子のスープの完成です。はい、結構ね、そんなに難しいこともないですのでね皆さんもぜひ試してみてください。それでは、今回もなんかグダグダな感じでありましたけれども、こんな感じで、終わりにしたいと思います。それでは、失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。